こんにちは、メランです、今回はキスマイフット2さんについて、今後の活動がどうなっていくのか、11月、12月、そして来年の1月の運勢を占っていきたいと思います。キスマイさんといえば、北山くんがご卒業されて6人体制になった今、全国ツアーの真っ最中ですよね。YouTube も本格的に始動されていますし、1月には新しい曲も発売されますよね。ハートブレイカーとカモノバという曲が発売されるみたいですが、今後の活動としてはどんな展開を見せていくのでしょうか。旧ジャニーズ事務所さんの問題もありますが、今回はキスマイさんの3ヶ月間を占っていきたいと思います。それでは占いに入る前に、いつもの前提になるんですが、あくまで占いですので、占いからわかる観点で皆さんにメッセージをお伝えしていきます。内容を保証するといったものではございませんので、あらかじめご了承ください。これから鑑定に入っていきます。それでは1ヶ月ごとにカードを2枚ずつ引いてみました。これから展開していきます。11月の運勢、12月の運勢、そして来年1月の運勢です。占っていきます。キスマイさんは12月に大きな変化がありそうです。そこでメンバー同士で建設的な話し合いをすることができたら良いのですが、そこできちんとした話し合いが行われないと、意見がバラバラになってしまって争いごとに発展してしまいそうなので注意が必要になってきます。ただ12月前後の運勢としては明るいカードが出ていますので、一時的なものだと思うのですが、留意して過ごしてほしいと思います。これからカードを1枚ずつ説明していきます。まずは11月の運勢からです。11月の運勢では1枚目に金貨の9というカードが出ました。このカードは自力でお仕事をつかみに行ったり、豊かな生活が送れる時に出るカードです。努力なしでは成功はなし得ないとされるカードになります。キスマイさんは12月はグループとしてのお仕事が多いというよりかは、個人としてのお仕事にピックアップされそうです。キスマイさんって個性的なメンバーが揃っていますよね。ブサイクのメンバーであれば、宮田くんならアニメ、横尾くんなら料理、千賀くんなら美容オタクだし、二階堂くんならトークも上手いですよね。そういったそれぞれの個性が光る1ヶ月になると思います。ちなみにこの金貨の9というカードは占星術でいう乙女座と対応しています。ここに描かれている女性は乙女座の化身、アストライヤーだと言われています。人間はアストライヤーの統治のもと平和に暮らしていたとされているのですが、その昔人間が悪さをしてしまったため、アストライヤーが人間の元から逃げたという伝説が残っています。人間の不道徳な立ち振る舞いが目立ってしまったため、聡明だったアストライヤーは人間と縁を断ち切るために天に逃げて乙女座になったと言われています。そこで自力で何かを成し遂げたり独立して成功するという意味がこの金貨の9というカードに意味付けされました。つまりキスマイさんのメンバーはキスマイというグループに頼らず、一人一人が活躍できるようになっていくのだと思います。キスマイさんとしては2月までライブツアーを行っていますが、そのライブの中でも個性が光るような内容になってくると思います。そして2枚目のカードではワンドのキングというカードが出ました。
このカードはカリスマ性と強い意志があり、重要な役割を果たしてくれる人物という意味があります。ちなみにこのライダータロットを作ったウェイト先生は、このワンドのキングのカードのことを既婚者と解釈しています。つまりキスマイさんの中で唯一既婚者なのは横尾くんですよね。12月はキスマイさんにとって大きな動きを横尾くんが果たしてくれるのかもしれないですね。このワンドのキングというカードは非常に責任感があり、社会的に貢献するカードになります。時には嫌われ役を買ってしまう場合もあるかもしれないのですが、キスマイさんにとっては非常に大きな選択を先陣切って、横尾くんがしてくれるのかもしれないですね。そして、12月の運勢では1枚目にソードの3というカードが出ました。このカードは計画が中断してしまったり、決裂して心がすさんでしまう時に出るカードです。12月になると年末に向けて特番が組まれますよね。キスマイさんも音楽番組に出演する機会があると思うのですが、その計画が中断されてしまうのかもしれません。そこでメンバー間の中でいざこざが生まれてしまって、喧嘩に発展してしまうかもしれないです。お互いのことを傷つけ合うカードになりますので、建設的な話し合いができたら良いですね。このカードってハートに剣が突き刺さっているように、感情の荒れ模様を示しているんですよね。12月は特別、キスマイさんにとって嫌な出来事があって、孤立感、喪失感、絶望的な気持ちを感じてしまうのかもしれません。何もかも嫌な気になってしまうと思うんですよね。しかしこのソードの3というカードは、現実と向き合えていないことの現れでもあります。嫌なことがあったなら、悲嘆に暮れることなく、それを受けてどう行動していけば良いかを考えることができたら良いのですが、どうしても受け入れることができず、ひたすらショックな気持ちになってしまうカードになるんですよね。ここで皆さんに伝えたいのは、どんな占いでも、どんなタロットカードでも、悪い意味を持ち合わせているカードであったとしても、いい側面を持ち合わせて解釈しなければいけないということです。つまり、苦悩と不幸のカードではありますが、その不幸に向き合えた時に、再出発のチャンスが与えられると解釈することができます。6人体制となった今、12月は2023年の締めくくりとして、これまでの反省とこれからに生かしていけることをメンバーの中で話し合いをすることができたら良いですね。そして2枚目のカードでは、ソードの2の逆というカードが出ました。このカードは落ち着きがなく心が乱されていて、打つ手がないと思ってしまう時に出るカードです。打つ手がないと言っても、頭の中が混乱してしまっているので、より良い最善策が思い浮かんでこないんですよね。バッドな考え方しかできない時に出るカードです。そしてタロットカードを研究していたエテイヤ先生、メイザース先生、ウェイト先生は、このソードの2の逆のカードのことを共通して、裏切りや嘘と解釈しています。メイザース先生に至っては、偽りの友情と解釈しています。1枚目のカードにも、お互いのことを傷つけ合ってしまうソードの3のカードも出ていましたし、やはり2枚目のカードをもってしても、メンバー間の中で言い争いが生じてしまうのかもしれないです。このカードはナンバーアイさんの今後の活動を占った際にも出ていたカードになるのですが、キスマイさんも表面的な関わりはせず、腹を割って
関わるように、メンバーときちんと話し合いをすることができるように過ごすことができたら、難を逃れると思います。キスマイさんはメンバー同士で嘘をついたり、見栄を張ったりしないように注意して過ごしてもらいたいなと思いました。そして来年の1月の運勢では1枚目に愚者というカードが出ました。このカードは0番のカードです。物事がスタートする前の状態を意味しています。つまりここからどこにでも行けるという気持ち、しがらみのない状態を示しています。12月は計画が中断してしまうカードも出ていましたが、1月はまた新しく、心機一転、キスマイさんにとって大きなプロジェクトが入ってくるのかもしれません。しかしこのカードはまだスタートする前の状態を示していますので、企画の段階なんですよね。確定的な仕事ではないと思うのですが、それでもキスマイさんにとっては嬉しい朗報が入ってくるのかもしれません。これまでキスマイさんが経験してきてこなかったような出来事があるのかもしれないですね。すべてがリセットされるカードになりますので、北山くんがご卒業されてから、初めて新年度を迎えますよね。これからキスマイさんの第2章ということで新しい物語が始まっていくのかもしれません。いくら12月に揉め事があったり心がすさむような出来事があったとしても、1月にはケロッとしたカードが出ていますので、キスマイさんとしては、晴れた気持ちで活動をすることができると解釈することができます。そして2枚目のカードでは力の逆というカードが出ました。このカードはこれまで続けてきたことに対して飽きてしまったり持久力が足りなくなってしまう時に出るカードです。1月はモチベーションがなくなってしまうとも解釈することができます。目新しいお仕事や出来事に関してはチャレンジしたいと思う気持ちが1枚目のカードに反映されているのですが、2枚目のカードではもう熱い気持ちが絶たれてしまっていることを暗示しています。燃え尽き症候群のカードになりますので、キスマイさんとしては同じことを続けていると億劫に感じてしまうメンバーがいるのかもしれないですね。例えば、キスマイさんの YouTube で、ネタ切れしてしまったり同じネタを毎回続けているのでめんどくさくなってしまうメンバーがいらっしゃるのかもしれません。だけどこのカードって結局長期的な目標に立ち戻らなければいけないということを暗示しているんですよね。いくら新しいお仕事、目新しい出来事があったとしてもそれは別として捉えなければいけないんですよね。キスマイさんがこれまで続けてきたプロジェクトがあるならそれを楽しみにしているファンの皆さんがいるということを意識してお仕事ができたら、もっと前向きに活動ができるんじゃないかなと思いました。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。キスマイさんは12月に一波乱起こってしまいそうな暗示が出ていますが、その前後にはカラッと明るいカードが出ていましたので、一時的な出来事だと思っていただいて大丈夫だと思います。キスマイさんにいいことがあるように願っています。それではこの動画をご覧いただいて私に個人鑑定をしてもらいたいと思われた方は概要欄に詳しい詳細が載ってありますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。